どうも、こんにちは、ケイです。今日は、ちょっと椅子を新しくしまして、若干、あの、どうやって画角調整していいか、なんともわからなくて、ちょっとイマイチかもしれませんが、お許しください。若干、ちょっと、魔王感出てない中二病かなちょっと魔王感出てないそんなこともないですかはい、じゃあ行きましょう。え一、ー、つ目。好きな色は何ですかその色を積極的にコーデに取り入れますかすげえ噛みましたが、そうだね。色か。 あーでもなんか僕の中だと、そうだな、ファッションでやりたい色と、その自分が好きな色っていうのは若干別かも。うん。まあ、僕そういうね、あの、この前も、あの、ジョニオさんの個展とか、まああんまりね、頻繁にそういう動画出してるわけじゃないけど、まあアートって、 って結構好きなんですよ。そういうデザインとか。まあその好きで、まあもともと自分が学んでたみたいなのもあるので、なんかそういう目線で見る好きな色と、だと結構派手な色合いとか、なんかこうビビットなものとか、そういうのも結構好きだったりするのね。っていうのもあるし、でもなんかそれがファッションになると、じゃあ自分のスタイリングになんかビビットな色をこう入れるかっていうと、あんまり入れなかったりするから。今期で言うと、僕は今、そうだね。まあ動画にした通りかもしれないけど、やっぱグレー。 かなうん、その、AW のトレンドカラーみたいなのでもね、言ったけど、まあ、黒はね、自分の中で一つベースにあるので、まあ、それに、今季はグレーを、この秋冬はどううまく入れれるか、うんっていうのは、ちょっと考えてたりする。まあ、グレーね、結構ブルーゾンとか、パンツも2本3本ぐらいグレーのがあるので、まあ、そういったのを入れたりとかしながら、 どう使おうかなみたいなのはちょっと考えたりしてるかな。まあもとね、水色とかピンクとかそういう色も好きなんだけど、それは頻繁に入れるってわけじゃない。本当たまにね、そういう色が入ったアイテムを使うことっていうのはあるけど、そんなこう、積極的にって言われるとそうでもないかな。でもなんかそのデザインとかアートとかそういうのを見る上で言うと、そういう派手なカラーとかなんかぐじゃぐじゃしたものとかそういうの結構好きなので、そこは僕なんか別軸あるかなっていう、 感じですね。はい。次。えー、服飾でもない普通の大学生だけど、お店に行ったらアパレル関係ですかって聞かれると嬉しい。あー、なるほどね。なるほどな。まあ確かにな、気持ちはわからんでもないな。まあ、なんだろうね。要はそれってイコール、ね、そのおしゃれに見えてるというか、まあ服にこう、全力な感じとか、多分そういうのが出てたりすると思うから。多分ある程度この方は、 うん。それなりに個性的というか、スタイルを感じるんじゃないですかその、あの、店員さんからすると、スタッフの方からすると、だからこそ、服飾の学生っぽく感じるんじゃないか。例えば、なんだろうな、こう、クリーンな格好してたりすると、パッと服飾学生ですかって、あんま出てこないと思うのね。そう、だから、多分、ある程度、個性とか、ちょっとこう、インパクトある格好みたいなのしてると、 そう聞かれたりするんかなっていう。中でもね、服飾学生っぽいイメージってありますよね。こうなんか、うん、なんかあるじゃないですか。そうだから、っていうのはあるかもね。まあ確かに気持ちはわかる。はい。次。次が、経済のラグジュアリー販売員時代に辞めたいと思うことはありましたかまたそれはどんな時あー、そうだね。辞めたいと思う時か。でもまあ常に思ってたかな。なんか、そんなにストレスで辞めたいって思ったことはないのよ。正直、その、 会社が嫌だ、仕事が嫌だとか、なんかこの人が嫌だとかっていうのは、僕なんかあんまりなくって、もうその仕事してる時は、そのモードというか、まあこういう仕事できない人たちも、ともうまくやる自分で仕事できる人についていく自分、まあその人より仕事で成果を出そうとする自分みたいな、なんかそういう感覚でやってたから、あんまりこう仕事やってて、 うわ、仕事辞めて、もうクソだわ、とか、そういうのはないんだけど、でも、常に辞めることは考えてましたね。僕はもともと、その、スタイリストのアシスタントやったりとかでもうその、いわゆる、なんて言うんだろうな、一般的な就活をして会社に入るとかっていうことが、自分にとってはちょっと窮屈な世界だったので、まあ実際、ね、今ぐらいの年齢になるとさ、別に、そういうルートをこう、なんていうの、レールの上を歩くっていうのも、別に窮屈ではないんだけど、会社もいろいろ選べるしね。そうだから、 でも当時はそう考えてて、そんなみんなと同じ大学にとりあえず行って、別になんかこう、ものすごく勉強するわけでもないのに、なんとなく行って、それも就職のために。で、なんとなくみんながやるから就活やって、みたいな。このレール嫌だなっていうのは結構思ってて、だからこそそういうスタイリストのアシスタントとかをやったりしたんだけど、結局、 まあね、いろいろこう自分の考えとかファッション業界で何かやりたいみたいな当時思ってたから、その時に、まあそのだったら販売員の経験必要だよって言われて、まあ志して入ったわけです。まあ運よく入れたわけですよね。こんなアホでも入れたわけなんですけど、まあやっぱりね、なんだろう、その常に、そのいつ辞めれるかみたいな、そういうのは常にこう思いながら自分でこう副業というか別な活動したりとか、そういうのは常にやってたので、 考えてましたね。ずっと。その会社がストレスでとか、そういうのじゃなくって、もう、いつでも会社辞めれるようになりたい。みたいな。それは思ってた。だからもう1年2年ぐらい経験したら辞めようと思ってたし、まあ、すぐにはね、ちょっと僕は、なかなか実現はできなかったんだけど、まあ、結果数年は働きましたが、まあ、でもそれでも、こう、なんていうかな、まあ、人よりは多分早いタイミングで辞めることを決断して、っていうのは僕はできたと思うので、まあ、そういうのは考えてましたね。 常にいつでも俺は辞めれるぐらいの、例えばじゃあね、やってることでの収入だったりとか、なんか自分が明確にこれだみたいなの見つけたりとか、なんかそういうのは、すごく時間を割いてたりとかしてたんで、人よりも、だからこそその本業のね、その販売員での受けるストレスっていうのが低かったのかも。なんか仕事で失敗したりとかうまくいかなくても、まあまあとりあえずもうこの時間まで働いたら俺はもう次、今日は、 じゃあ、17時からこっちの方でなんかやんなきゃいけないから、みたいな、そういうなんか常にこう、いろいろやることを自分で作ってたので、考えてたね。そういう意味で言うとね、うん、っていうのはありますね。はい。つえー、ケイさんはパンツにもこだわりありますかんー、なに <laughs> あの、届いてないな。あ、でもこれあれか。下着の方かな。ど、どっちなんだろう。僕の動画見て僕が、いわゆる、あの、スラックスとかにこだわりがないっていうのを、 伝わってる伝わってないどっちだちょっとわかんなくなったけど、僕がこだわりを持ってるっていうのは多分伝わってるよね。さすがに。ちょっとショックなんだけど、今。多分、これ、アンダーウェアの方だよね。違うそ、そうじゃないと、ちょっと僕、メンタルが、あの、ちょっと持たないんですけど、いわゆる結構パンツの合わせ方とか、スラックスの音がやってきた気もするんだ。まあ、なんか、というか、ファッション系 YouTuber でスラックスといえば、 僕じゃないぐらいまでやってきたような気がするんだけど、まあまあまあ、こだわ、そっちもこだわってますよ、もちろん。あの、ファッションは、そうね、下半身の組み合わせが僕は7割理論みたいなの持ってるんで、もちろんこだわってるんですけど、アンダーウェアで言うと、別にこだわってない。うん。なんだろうな。あの、もちろん、例えばカルバンクラインとか、えー、シュプリームとか、そういうのも、まあ今でもあるし、まあ別にランダムに履いたりするんだけど、 一時期はそういうので、なんか自分が普段身につけないような、なんかこうロゴのさ、カルバンクラインのあのバンド入ってる、ウエストバンド入ってるところとかさ、シュプリームとか、なんかそういうの身につけてるの面白いなって思ってたんだけど、またね、ここ2、3年ぐらいで一周回って、いやもうあの、別に無印のやつとか、ユニクロ、最近だと僕ユニクロのあの、エアリズムのアンダーウェアね、パンツをさ、大量買いしたりとか、もうそういうのでいいやって思ってきちゃってる部分があるので、僕は割と、 アンダーウェアのそのパンツパンツかは、あんまりこだわってないかなうん。これ結構人によるけどね。うん。まあそのアンダーウェアもしっかりこだわるみたいな人も、それはそれで素晴らしいと思うし。まあでもまあ僕、僕を自分で擁護するみたいになっちゃうからやるかもしんないけど、まあラフな感じも、まあそれはそれで悪くないんじゃないかなっていうのは思います。まあ今ユニクロをね、その辺買ってれば、正直間違いないというかそんなに不満は、 多分日常生活では出ないと思うのものすごいアクティブなね、あのスポーツウェアとかさ、そういうところのこだわりだと別ですけど、ライフスタイル日常生活でね、普通に仕事する家にいるとかでアンダーウェアってなったら、まあユニクロの買ってればそんなに大して問題ないような気がするので、まあ僕ほんとそれぐらいにしてますね。はい。次。えー、次が最近買って損したもの。 ああ、最近買って損したもの。難しい質問だね。買って損したものああ、あれだな。家に置くコーヒーマシーン。はい。あのー、買ったんですよ。別にそんな良いものじゃないよ。別にそんな良いものじゃないんだけど、なんとなく、朝起きる、僕朝起きるのもさ、うん、まあ大体9時とかぐらいには、 大体目は覚めてるんだけど、まあ、朝ごはんとかも食べたり、まあ7割食べなかったりとかで本当適当だから、まあ、この前ね早起きしたみたいなのをサブで言ったことありますけど、そういう日もあったり、遅かったりとか、なんかまちまちで、それをなんかこう一定化させるために、朝コーヒーをなんかこう作る、飲むっていう楽しみを一個与えてもいいかなと思ったの自分の中でね。 もう一つはね、なんかあの、パンをこう、なんかおしゃれに焼けるやつあるじゃないですか。こう、サンドイッチみたいなのジューってやれるやつ。あっちにしようか迷ったんですよ。でも正直多分、そういう料理系は僕朝からは多分、やりたくないタイプだから。まあコーヒーだったら、まあ豆とか粉あれば、ボタンポチーじゃん。いいなと思って、うん。まあ普通のね、よくアマゾンとかで売ってるような普通のやつを買ったんですけど、あの、まあ今、届いてから3日ぐらい経つんですが、 えー、気づいたことが一つあります。あの、僕そんなコーヒー好きじゃない。<laughs> あの、これ気づきました。はい。あのー、なんだろうな。あの、もちろん外に出て、例えば友達と今日お茶しよう。えー、とかね。あの、じゃあ、コーヒー飲むみたいな。それはもう全然いいですよ。そういうのは好きなんですけど、なんだろうね。家で飲むほど別にコーヒーも、お酒もそうですけど、そうですけど、あのー、僕そんなだった。 うん。まあ、お酒はなんだろうな。飲んだりするの楽しいみたいなのがあるからさ、好きなところもあるんだけど、でも家では僕はほぼ一滴も飲まない。飲むんだったら本当にあの、ライブやってる時とか、そういうの時しか飲まないから、飲まないんだけど、コーヒーもそれと同じで、匂いはいいんだけど、なんか朝別に、もう3日目にしてコーヒー飲みたい欲がなくって、もういらね、ってなってる <laughs> ね。はい。まあ、あのー、なんか、 ちょっとイキっっとて買ったんですけどまあなんかいろいろ買ってみたら最近ねその,あのせっかくさこういう質問が来たからいろいろ喋ろうと思ってまあいろいろ買ったんですよ、うん、まあ服以外のものっていうのも結構買っててでまあこの椅子もそうなんだけどまあ椅子も別にさあのそんなに大していいものじゃないですけど僕あんまりこういうワー,キワークチェアっていうんですか何ていうのこういうのあんまり今まで使ったことなくって そう、なんか使い慣れてなくてむしろね。そうだから、なんかちょっとで、何買っていいかなとか、まあ、いきなりね、ねハーマンミラーとか、ああいうさ、めちゃくちゃラグジュアリーなものを買うのも、まあ、いいんだろうけど、ま、あなんか一回、一回段階踏もうかなと思って、まあ、ちょっとようやく買ってみたんだけど、まあね、ま、あいい感じなんだけど、とか、あと家の中で運動できるフィットネスバイクってあるじゃないですか、あの、モニターとかついててさ、こう自転車こぐやつ。まあ、あれを買ったりとか、なんか最近そういうのをちょこちょこ買ったんだけど、 その中でも一番だね、コーヒーメーカーマシーンいらね。<laughs> あの、正直いらね。もうスペースの邪魔。キッチン別にさ、そんなバカ広いわけじゃないからさ、なんか電子レンジとか冷蔵庫とか、で、あとなんか食材、食材なんていうのあの、スパイスとかさ、そういう調味料とか置いてく、ラックとか置いてあってさ、のところに置いてるんだけど、もういらないもん。<laughs> っていうのは、まあありましたね。はい。だから、だから怖いんですよね。それなんか、 なんだろうな家電とかってさ、この前もね、そのメンバーシップの人たちといろいろ喋ってて、メンバーの方が、あの、炊飯ジャー欲しいとか言って、でもその人はもう、すげー買ってるんだよ。毎シーズン何十万とか、下手したら100乗る以上ぐらい買ってるのに、その、たった数、ま、たったではないけど、数万円の炊飯ジャーが買えないんだって、だから、それすげーわかるわ、と思って、そのなんか、なんだろうな 例えば、僕がその撮影で使うもの、マイク、とマイクも僕、大ていいものじゃないけど、カメラも iPhone だし、別に何でもないんだけど、まあでも一応 iPhone も新しいものにしようとか、マイクも、まあ、 上には上があって、ま、最近でちょっと新しく買い替えようと思って、またそれもちょっとメンバーのさ、あの、なんか僕のメンバーシップすごいクリエイティブな方多くて、そういう方たちにちょっとマイク相談してたりとかするんだけど、とかまあね、MacBook ちょっとお金かけたりとか、まあそういうのはするじゃないですか、一応ね。そうなんだけど、なんかそれ以外の、うん、部分って、なんかこう、うん、まあもちろんなんかテレビとかも、それなりの、 があれば、みたいな。なんかそんな感じなんですよ。で、僕ゲームやるから、画面は綺麗ででかいのが良くってって言って、 今年の最初ぐらいにね、あの、なんか、無駄にこれでかいんじゃないのみたいな、ちゃんとこう 4K の液晶で50ちょっととかあるようなやつをいいの買ったんですよ。まあ、まずまずね、そう。それ、それやっと変えたんですよ。でもなんかそれ以外のものとか、例えばテーブルとか、ソファーとか、本当はね、好きで、そういうヤフオク見たりするのも好きなんだけど、なんだろうね、チェックリストで終わってるというか、これは、 何なんだろうな引っ越しとかすれば変わるのかな今の家で別にっていう思いとかがちょっとやっぱあるのかなとかも思ったりするんだけどなんかそういう家電のさ、こういいものとか生活用品でいいものを買うっていうのがちょっと難しいんで、なんかちょっとや、ちょっと安いのでもいいやみたいなラックとかもさいいのかっこいいの買えばいいのに まあなんかシンプルで、なんか黒くて、なんかスチールっぽいなんか感じだったら、これなりのでいいや、みたいな、その、いいのいけないんだよね。これがね、結構僕はなんか自分の悪いところというか、うーん、だならっていうのは、思いません。性格なんでしょうけど。なんかそういうね、服のこととか、そういうシューズのクリームとか、お直しとか、そういうのは金かけれるんだけど、なんか生活の中って、いや別にいいや、と思って、でも最近ようやく、このまあ椅子とか、そういうフィットネスバイクとか、なんかそういうのを、 ちょっとこう勢いで買えるようになったので。まあ、それはちょっと自分の中でもいい変化かななんていうのは思ってますが。まあ、コーヒーメーカーですね。ちょっと長くなりました。すいません。はい。次。え、服のために置いていたお金を初パチンコで使って負けました。立ち直り方を教えてください。ビギナーズラックじゃなかったってことね。なんかほら、パチンコって僕もさ、前、えっと、ラジオでね、あの、喋ったんだけど、えっと、それこそね、S 君と。で、S 君が、まあ別に S 君もその、毎回じゃないんだけど、 あのー、なんていうの毎回じゃないというか、全然だけど、なんかスロットを友達と何回かやったことがあったらしいのよ。その、その時ね。最近は全然やってないと思うんだけど、そう、それで、あのー、僕が S ス君ちに泊まりで、あの時何の時だろうあー、あのー、猫 T とか作った時だ。の、動画撮ろうとした時かなラジオ撮った時かなとかで、あのー、泊まった時に、なんか時間あって、初で行ったのよ。 まあもちろん、そんなお金かけてないんだけど、でもなんか、1万円いかないぐらい ?1 万円ぐらいかな勝って終わったんだよ。僕は本当に何もわかんないままスロットやって、本当にまあ S 君が言うように、この感じになったら出るよとか、これだと微妙だねみたいな。もう本当それの言いなりみたいな感じでやってて、何が面白いんだと思いながら、まあでも雰囲気はまあ、なんかあの、ギラギラした感じというか、アンダーグラウンドな感じいいなと思ってやってさ、ビギナーズラックで勝ったんだけど、なんかよくあるじゃん、競馬とかも。 ないんだ。<laughs> この方はそれなかったんだ。もう二度とやめた方がいいね。うん、そのビギナーズラックっていうのがある、よくあるじゃないですか、本当に。その可能性の中負けたっていうことは多分絶対向いてないんで、もうこれでやめた方がいいと思う。今やめれば、まあ、ね、生、生涯というか通算ではマイナスですけど、額は小さくて済むので、うん、やめた方がいいですね。やめた方がいい、うん。パチンコとか。だったらまだ競馬とかの方がいいんじゃない わかんない。僕もやったことないからわかんないけど、なんかパチンコってさ、その、要は相手が、機械じゃないですか。そうだから、なんか僕単純にですけど、まあね、出る台、出ない台、ね、コントロールされてたり、ちょっとそれはわかんないけど、まあそれとかもあるでしょおそらく機械だもん。相手は設定いじれるじゃないですか、要は。でもど、動物っていうか、ね、リアルなものが相手だったら、何が起こるかがわからないから、 うん。なんか、ちまちま競馬とかやってる方がいいんじゃないのかなってちょっと思ったりとかはするけどね。うん。そういうその一発逆転やりたいならね。っていうところかな。もう二度とやめた方がいいですね。はい。次次、そろそろ服の季節ですが、百貨店、電車などの暖房についてどう思いますか暑くてかないません。まあわかるね。これはわかる。うん。まああのー、 難しいんだよね。結局さ、今の時期も冷房が強いところもあれば弱いところもあったりするし、まあもうちょっと暖かく、あ寒くなると、ね暖房が結構強いな、みたいなとこもあったり、うわ、ここ店入ってもそんなに暖かくねえ、みたいな時もあったりとか、なんかタイミングによるよね。その暖かいのが助かる時もあるし、うわ、もう手やばいわ、みたいなさ、時もあるし、逆にうわ、熱、みたいな時もあったり。まあ、しょうがないよね。これはね、こればっかりはもうお店の人たちの、 なんて言うかな、うん、その、寒がり、暑がりによってコントロールされちゃうから。まあでも、だからこそね、まあ服好きとしては、うん、やっぱその、まあ、もちろんニット1枚とかだともうコントロールできないけど、まあ、ブルゾン脱いでもちょっとかっこいいとか、うん、コート脱いでもちょっとかっこいいとか、まあこういうところを気遣ってればいいんじゃないですか。うん、そしたら別に中に入って脱いでも別に問題ないわけだから、っていうのは思います。まあこれしょうがないよ。うん、あの僕が働いててもあったもん。ラグジャリーに行った時も、 もう女性スタッフたちはもう寒いやつ言うでしょで、男たちはもうその真逆なんですよ。いや、もう無理でしょこんな冷房もう強くしてくれよとか言うんだけど、もう女性たちは、えぇ、寒くて無理だよカタカタみたいな。とかでそうあったんでそういうのがやっぱり。まあ、これはもうしょうがないですね。はい。じゃあそんなところで以上にしますね。皆さんありがとうございました。バイバイ。